はい、皆さんこんにちは。 K&A のポール神田です。今日はですね、ナビダイヤルについて、お得な攻略方法を教えてみたいと思います。さあ、こちらカメラマンさん、こちら寄っていただいてですね、はい、まずスマホを取り出していただいて、まずですね、050からかけると、ナビダイヤルどうなるかっていうところで、こちらはララコールですね。これで、0570、今回はどこでもいいんですけど、ビサにかけてみますね。おお、この番号には発信できません。固定電話や携帯電話などからおかけくださいということで、050のアプリからはかけさせてもらえませんでした。そこで電話からかけてみたいと思います。同じように、これで、ナビダイヤルのところにかけてみたいと思います。だいたい一緒なんですけども、こうアナウンス流れます。ナビダイヤルでおつなぎします。はい、20秒ごとにおよそ10円でご利用いただけます。なお、通話料定額プランの対象外となります。そう、かけ放題でもダメなんですね。おっ、かかっちゃいました。今切りましたけども、まずですね、20秒で10円と言われてますが、これは消費税含まれてないので20秒11円なんですね、実はね。で、ここで今回ちょっとご紹介したいのが、この同じナビダイヤル NTT コミュニケーションなんですが、 NTT コミュニケーションが出している、050プラスを使ってみたいと思います。これを使うといくらになるのか。0570、の1、2、3、これでかけてみたいと思います。オーディオソースをスピーカーにします。ナビダイヤルでおつなぎします。はい、180秒ごとにおよそ8円でご利用いただけます。皆さん聞きました？聞きました？さっきのナビダイヤルだけでかけると20秒で11円なんですが、なんとこの050プラスを使うと、180秒ごとに8円じゃないですね、8.8円、消費税入れて考えると8.8円になります。さあ、どういうふうにお得になるのかというのは、こちらを見てみてください。こちらですね。はい、こちらをあった紹介したいと思います。それではこちらナビダイヤルですね。こちら050プラスです。どちらも NTT コミュニケーション、こちらも NTT コミュニケーションのサービス。さっきのね、同じ050でも、フュージョンだったりとか、あとはララコールですね、楽天ララコールだったりとか、いろいろ他のやつをやったらブーダメですっていうふうに言われるんですが、050プラスは NTT コミュニケーション同士なんで、こう OK な場合が多いんですね。全ていけるわけじゃないんですけども、 OK なことがいきます。で、特徴、050プラスの、一番まずいところはですね、月額300円かかります。これ毎月、はい、毎月300円かかります。で、消費税入れると330円。はい、 KNN ではもう消費税を入れた、もう内税で考えたいと思いますね。結局、皆さんが負担するのは消費税込みの値段なんで、込みで考えたいと思います。で、ナビダイヤルはさっき案内があったように20秒10円っていうふうに言われることが多いんですが、20秒11円ですね、11円で考えてみたいと思います。はい、そうするとですね、20秒11円ってそんな20秒で終わるわけないですよね。こう聞いてるだけで20秒かかっちゃうので、1分で考えます。1分で考えると60秒なので、3倍、11円を3倍しても33円、1分33円かかります。で、050プラスは180秒からなので、3分からのプランだと思ってくださいね。要するに3分で比較してみると、ナビダイヤルは99円かかります。一方、050プラスだったら8円の消費税入れて 8.8 円です。なんとその差額は338円でございます。あ、差額じゃないね、これ固定の月額の費用を足しても338円。これだったらね、3分で、月に1回3分で切るんだったら338円対99円なんで、こちらの方が勝ちですね。こちらの方が勝ち、こっち負けますね。しかし6分になってみると198円になります。そして050プラスだと 17.6 円、347円、これも負けてますね。こっちの方がいいですね。しかし12分しゃべる、
来ね、ナビアイダイヤル20分以上喋るケースがあるので、1回かけるごとに396円かかってるんですよね。20秒11円だったら。それを考えるとこちらの費用は 35.2、 月額入れても 365.2円で、圧倒的にこちらの方が安くなってますね。30円近く安くなってますね。急にこちらが来て、こちらブーですね。要するに12分が損益分岐点だと思ってください。でさらに月に1回12分以内だったら、これ絶対このナビダイヤルの、ナビダイヤルじゃない、050プラスの方が得なんですが、だいたいね30分しゃべると、これもうひどいですね。990円かかっちゃうんですよね。うん、はい、ナビダイヤル990円、一方こっちだったら88円なんで418円。ね、これ1回かけただけでもこれだけですね、418円、990円、もう半額近いんですよね。ここで約半額だから、もうだいぶ丸ですよね。で60分にしてみたら1980円ですよ。ナビダイヤル1980円、こっちは176円のコストがかかって、月額を足しても506円。これなってくるともう何ですか、4倍近くの差になってくるわけですね。だから1回12分ぐらいの電話をね、何回もかけるんだったら、絶対この月額330円払って、050プラスにした方がいいかなというふうに思いました。ということで、ナビダイヤルで電話をかけさせられて、ワクチンの注射とかですね、あと消費者庁の消費者ダイヤルだったりとかですね、もう今ナビダイヤルめちゃくちゃ増えてるんですよね。それはやっぱりこのコストがかかることによって、皆さんの電話が長引かないとか、いろんなところでこうやってるんですが、それだったら050プラスが絶対おすすめだと思います。今度またね、 NTT の050プラスの、どれぐらい儲かってるか、かなりね、結構むちゃくちゃ儲かってるんですよね、ここね、事業。この辺もご紹介したいと思います。またそれでは次のビデオでどうぞ。